の9月9日付の、うん、日本人滅びる論争、柳井氏発言に賛否、前澤氏、三木谷氏らが見解、このままでは日本人は滅びる、ユニクロ展開するファーストリテイリングの柳井会長兼社長の発言がインターネット上で論争を呼んでいると。ZOZO の創業者前澤友作氏が僕は逆のように感じると反論するなど大物経済人の間でも意見が分かれている。柳井氏の発言は8月下旬の日本テレビのインタビューで飛び出した。柳井氏は少数精鋭で仕事をするということを覚えていかないと日本人は滅びるんじゃないんですかと問題提起、労働生産性が高くなるようなことをやっていかないと今からの日本はやっていけない。どんどん人口が減っていったら公共や民間でサービスを受けられなくなる可能性があるなどと現状の日本の生産性の低さに危機感を示した。労働力が減る中で生産性を上げていくには諸外国のように管理職や研究開発を担えるような移民の受け入れが必要との持論を展開したと。前澤さんとか、三木谷さんが反対の意見を述べているというのでネットが今ちょっとざわついているという感じなんですが、うんうん、高橋さんこれどう、これこれはい、まああの、まあ、柳井さんは前からなんだよな。三木谷さんはどういうふうに言ってるかっていうと、はい、あの日本人は働かないんだけど他のところの国はどんどん働いてるから労働時間規制を撤廃しろっていう言い方してんだよね。それで、まあ、前澤さんの方はね、はい、外国人ばっかり入れると大変だから、はい、日本人でいいんじゃないのと、はいはいはい、それでもともと彼がなんかイルマスクかなんかにメールを送ったら、はい、うん、日本語でいいよと言われたっていう。まあ今はどちらかというとあれだよね、外国人じゃなくたってあの日本人だと別に構わないと思う人も結構多くなってきてるからね、うん、で最近ですとねほらエミー賞のね、はい、将軍なんかあってセリフって7割方は日本語だからね、そうですよね、うん、そういうのもだからそんなに言葉の壁は激しくないしね、うん、日本人でも構わないとかね、なるほど、うん、というので、はい、あの日本人の方がいいんじゃないのって言ってんだけど、はい、これ、まあ、言ってみるとさあれだよな、この柳井さんは、はい、いや安い労働力のために外国人よって言ってるんだよね、まあ、それであと三木谷さんはね、はい、もっと働けって言ってるんだもっともっと働けよって言ってるんでね、それでまあ前澤さんはもう自分やってないからさ、はい、あれ日本人でもいいんじゃないのって言ってて、それぞれがさあ、まあ、経営の話してるんだよ。なるほど、ね、それぞれの企業の経営の話でね、この企業の経営の話っていうのは実は答えはないよ。うん、それぞれ好みで、はっきり言えば好みでどういうのが経営しやすいかって話で、これはだから日本全体に拡大して考えるのが実は間違いですよ。だからここの企業の話とかね、そういうのは日本全体に広げられないっていうことですよ。こういうのは経済学でいうところね、こういうふうなここの企業の話とか、はい、まあ、せいぜいあの広げても業界までの話っていうのはミクロ、はい、ミクロ、ミクロ経済っていうの分野なんだけどね、はい、日本の全体が生産性を起こっちゃったとかいうのはマクロ経済の話で、ロジックは全く違うよ。あのだからこれ結構みんな経済学勉強しないとね、はい、ミクロの積み重ねだからっていう勘違いするんだけど全然違うんだよね。あの例えば日本の経済で30年間で生産性起こったのは事実なんだけど、はい、その解釈っていうのは結構あのマクロ経済から見たら結構簡単で、はい、これ番組で年次言ってるけど金融引き締めが続いてね、はい、設備投資が出なかった、はい、で政府の方もまあ政府投資も出なかった、はい、政府投資も出ないし民間投資も出なかった、はい、民間投資も政府投資も出ないと結果としては実はあの生産性上がんなくなるんだよね、うん、でそれだけなんだ、うん、だから投資が出なかったっていうのは大問題であって、はい、それをまあこういう経営の人たちっていうのはマクロの投資が出なかったっていうのを全然抜きにして生産性の話から話して、うん、それで自分の会社だったらもっと働けって言ったり、はい、あと外国人を入れると言ったりする、はい、であの外国人入れる方はコスト下げるっていう意味で私は分かるんだけど、もっと働けっていう形になると生産性の上がり方ってあの人とかける時間だからね、生産性下がるんだよね。ここの企業でどっちを選択するかは全くいろんなパターンがあってだけだよ。うん、だ国全体の話としては関係なくて、はい、これだったら最後は投資を増やしてって、はい、それで投資を増やさないと、実は技術進歩っていうのが企業の方に埋め込めないから、うん、だから、あの、もう投資を増やすという答えしかないんだけど、うん、そこには絶対こういうような経営論で行き着かないんだよ。うん、だから残念ながら、はい、あのこれは経営論であってね、はいはいはい、日本経済論にはならないっていうのは答えなんだよ、私は。そうなんです。働き方改革に持ってってもしょうがないんだよ。働き方改革に持ってったところで、はい、実は日本経済論にはならなくて、経営論にはなるんだけどね。だから経営学の世界では、まあ、あの、日本経済の話なんの、投資のね、政府全体で推していくなんて話はできないから、はい、だから、あの、まあ、
経営の観点で考えると自分の企業でできることって考えるとこういうふうになんか外国人雇って雇うかまあもしくは働けっていう子たちが出てこなくなっちゃうんだよね。それがだから日本経済では関係ないってことはちょっと認識した方がいいと思うよ。だからこういう経済人が喋るとあたかも日本経済喋ってるかのようにマスコミも勘違いするんだよ。はいはい、マスコミは要はマクロ経済とミクロ経済の違いが分かんない。で特にマスコミは自分で記事書くときに、はい、あれだよね、こういう事例があるからってんで、いきなり日本経済の話するんだけど、これは本当は間違いなんだよ。はい、うん、こういう事例があるから、こう日本経済こうですよって言うと、当たってるときもあるし、当たってないときもあるんだよ。なるでも、マスコミから見ると、マクロ経済の話で、抽象的な話だとさ、記事書けないからさ、具体的な話でさ、身の回りの話で書くんだけど、それは半径2メーターであってね、はい、マクロ経済の話とは関係ないことが多いんだよ。そもそも、柳井さんに聞くこと自体が間違ってるって。そう。経営者に日本経済の話聞いちゃいけない。そう。企業の話しか出てこないじゃん。そうそう。それをなんかあたかもさ、日本経済の話に結びつけてマスコミが書くから勘違いするんだよ、みんな。だっていろんな意見出てくるに決まってんじゃん、こんなの。企業経営なんだもん。これは日本人がいいか外国人がいいかなんて、好みだよ、これ。うん。それでまたさ、こういう経営者っていうのはさ、そういうふうな、自分の企業の話をね、はい、あたかも制度に結びつけて優位なように運ぶんだよ。だから、柳井さんから見ればね、移民政策をどんどんやってくれと、そうすれば結構採用簡単になるかと思ってるだけなんだよ。それで、あと三木谷さんの方から見ればね、労働時間規制なくしてくれと、そしたら、どんどん働かせられるから、自分は楽だよと思ってるだけなんだよ。うん、だからこういうふうな企業経営の人にいろんな政策論を聞くと結構研究不快な、研究不快っていうのは自分に都合よくって意味だけどね。そういう話が出がちになるってだけなんだよ。確かに都合のいいこと言ってるって感じ。そりゃそうだよ、こんなの。当たり前じゃん。せっかくそのマスコミ出るときにね、自分の会社に都合の悪いことは喋るわけないじゃん。喋るわけないですね。だからそれを言う、それをいかにアピールするかっていうのがポイントだから、アピールしてんだって、はい、時々勘違いした政治家が、これこそ日本経済の、処方箋だと勘違いして取り上げる人もいるからね。それは間違いなんだよ。そういう人もいるんです。いるよ、そりゃ企業経営会社に、こびてさ、自分はさ、に任せればね、企業発展するでしょうっていうふうに言いたい政治家多いもん。で、これは本当はマクロ経済の分野なんで、投資を出すっていうのは答えなんだけどね、うん、投資を出すなんて言われたって、企業経営者の方からしてみたら、企業投資、するかしないか俺の判断でしょって言うんで終わっちゃうから、そういうのはなかなか政策論にならないんだよ。そういうことなんですね。うんということで、はい、それぞれの、思惑で、企業経営者喋ってるだけで、日本経済のことは決して多分、そんなとこまで言いたいんじゃないと思うよ。それをさ、大きく取り上げてさ、マスコミの方がさ、日本経済論を見たくして、仕立ててるっていうのはほとんど間違いで、またいろんな答えが出てくるに決まってんじゃん。という話を、マスコミ、私がマスコミにしましたらね。はい。多分ボツになりますね。だってこれマスコミに話してるようなもんだからね、私はね。私にこんなこと聞いてきても私はこういうふうに答えちゃうんだよね。これは、あるマスコミに答えましたけど、まあ、おそらくボツです。